もともと体温を作るためにカロリーが使われる、はい、逆に言うと薄着をしていると、うん、皆さんこんにちは、山本由伸です。そろそろ夏本番ということでですね、はい、ダイエットに力を入れている人増えてきていると思うんですけれども、うん、なかなか皮下脂肪が落ちないという方も多いと思うんです、うん、今回はなかなか皮下脂肪が落ちない方、その原因と対策について武田さんと一緒に語っていきたいと思います、はい、結構ですね、他は痩せているのにお腹だけぽっこりしているという方がいると思うんですけど、いわゆる内臓脂肪なんですよね皮下脂肪と内臓脂肪、はい、武田さん、その違いは何だと思いますか？脂肪のついている場所じゃないですか？そうですね、内臓周りについている脂肪が内臓脂肪、はい、ということなんですけれども、実は基本的には内臓脂肪の方が先に落ちるんです。ほとんどの方は例えばダイエットとか、はい、トレーニングとかして脂肪が落ちるとき、皮下脂肪より先に内臓脂肪が落ちる、はい、皮下脂肪が残っているのに内臓脂肪が残っているという人なかなか珍しい。逆に言うとまず内臓脂肪が落ちないと皮下脂肪も落ちないということになります。他はそんなに脂肪がないのにお腹がほっこりしている方、はい、実は皮下脂肪多いんです。うん、内臓脂肪が落ちきってないんですね。なるほど。筋肉がなくてすごく痩せているのでそう見えるだけであって、はい、実際には内臓にも皮下にも脂肪がとても残っているということになるわけです。まずは普通にダイエットして内臓脂肪も落としていくと、はい、そのあたりがなかなかできないということでですね、はい、いかに内臓脂肪、皮下脂肪を落としていくか、武田君の考える、はい、なかなか脂肪が落ちない原因というと一番どうでしょう、多いのは何だと思いますか？運動量が少ないとか、それ、まあ、せっかく食事変えても運動量も少ないので消費が終えていないとか、ストレスがめちゃくちゃ溜まっている人とか、睡眠の質が悪いとか、この辺は結構影響力あるかなと思います。動いていないとやっぱりどうしても体脂肪落ちないです、うん、はい、これから暑くなってきてですね、なかなか外を歩いたりするの嫌になってくるかと思うんですけれども、全然歩かないとか、はい、消費カロリーが減ってしまうこと、これが一番いけないんですね、はい、ですのでまあちょっと外に出るのが億劫だとかというような方の場合ではできるだけ活動的になる、うん、歩いたり立ったりする時間帯を増やすということが大事になりますので、まず自分を活動的にする、はい、なかなか体脂肪が落ちない人、はい、皮下脂肪が結構乗ってる人っていうのは動かないんですね、本当に。そうですね、例えばずっと部屋にこう寝ていてこう物を取ったりとか自分の手の届くところにいろんなものを置いたりとか、はい、そのように着をするのがうまいですね、はい、そのようなことを意識的にやめて、はい、面倒なことをやるようにする、うん、気持ちの切り替えですね。ちょっと立って何かを取りに行くのは面倒だけれども、それを意識的にやるというような生活習慣をつけるだけでかなり痩せてくるのではないかなと思います、はい、他に食事の方もあると思うんですけれども、はい、ダイエットのやりすぎとてもいいと思うんですよね、うん、はい、例えば夏まであと1ヶ月2ヶ月しかないので頑張って一気に痩せよう、はい、というようにしてしまいますとカロリーを思いっきり落としてしまったりするんですけれども、それがあまり良くない。カロリーを一気に落としてしまいますとまず筋肉が落ちちゃいます。筋肉が落ちると代謝も落ちる、これ一番リバウンドしやすいんですね。一気にカロリー減らしすぎるというのは太りやすい体になっちゃうということもありますので、カロリーも減らしすぎない、はい、その少ないカロリーに体が適応していってしまうという問題もありますので、一気にカロリーを減らさないということも大事かと思います、はい、武田さん他に何か考えられますか？過剰な運動っていうのをトレーニングとか週7でやってるとかもそうかなと思います。そうですね、やっぱり過剰な運動というか、まあすごい動きすぎても逆に良くないですね、うん、これはどういうことかというと、そのすごく運動することから体を守る、つまり消費カロリーが思いっきり増えてしまうんですけれども、それがずっと続くともう体がダメになっちゃいますからね、そうならないようにカロリーを余計に使わないようにする。例えばマラソンランナーとかそうなんですね、うん、週に100キロとか走るようなマラソンランナー、うん、そういう練習してるような人って他の人よりも消費カロリー少ないんです。同じ100キロ走ったとしてもカロリーが少なくなる、そのような体になってるんですね。ということを考えますと、やりすぎというのも逆に消費カロリーを減らしてしまう、うん、ある報告によりますと、有酸素運動プラスウェイトトレーニング、はい、それを週2回やった場合、週4回やった場合、週6回やった場合に分けて調べたところですね、週6回やった場合には一番体脂肪落ちなかった、週4回の方が体脂肪が落ちたというのもありますので、やりすぎも良くないということになってきますね。
他に何かありますか、武田さんから。気になるところで言うと、薄着をしている人、冬でも夏場でもな人の方が比較的そもそも脂肪はつきにくくて、結構普段から厚着してる人が意外と脂肪が乗ってるかなってイメージがあるんですけども、厚着をしてるという人結構代謝が悪い、冷え性、それでまあ厚着してると、はい、いうこともあると思うんですけれども、もともと体温を作るためにカロリーが使われる、はい、ということもありますので、逆に言うと薄着をしていると体温をキープするためにカロリーが消費される、うん、というのがあるんですね。厚着していると体温をキープする必要があんまりないです、はい、となるとカロリーも使われないということになります、うん、その意味で夏と冬を比べますと夏の方が代謝が高くなる、はい、夏の方がダイエットに実は向いているというようなこともあります。冬の方が食欲が増えるので、ちょっとそのあたりですね、どちらを取るかで問題があるんですけれども、はい、消費カロリー、うん、1日の代謝としては夏の方が高くなる、うん、ということもあります。できるだけ薄着をしたりとか、はい、冷房もいいですね、うん、冷房もガンガンにかけて寒いぐらいにした方がむしろ体温を作ろうとしてカロリーが消費されるということもありますので、ジムの冷房をつけないでですね汗をかきたいというような、はい、ありますね、そういうおじさんも多いんですけどね、はい、そういう人はもうとっても迷惑ですねまあ私冷房がないとも絶対嫌なんですけれども冷房があった方が体脂肪を減らすのにはいいですよということは少なくとも言えます。これからの季節の冷房とても大事になってくるんですけどね、はい、そうです。電気代とかは関係なしにどんどんガン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 冷房を使って体脂肪も燃やしていただければと思います。はい、今回タクタコさんとお話しして、なかなか体脂肪が減らない人、皮下脂肪、内臓脂肪、はい、落とさない人の行動、そしてその対策についてお話してきました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。皆様に特別なお知らせです。今なら期間限定でバルクスの LINE 公式アカウントに、私山本由伸の LINE スタンプを送信するとスペシャルな仕掛けがあります。概要欄の URL からダウンロードして LINE スタンプを送信してみてください。ぜひお楽しみに。